はい皆さんこんにちは村長です今日はですね僕の音楽仲間の亀岡俊之さんと一緒にですね先日から一生懸命研究しているシンクルームの実験をやってみましたいわゆるレコーディング実験です単純にセッションとかじゃなくってどうやったらキューベースとスタジオワンでレコーディングし合えるか ネットを通じて片方からオ、OK、ケを送ったり、そして歌をこちらに戻したり、それをリアルタイムにできるかということを実験しました。本題に入る前に、僕の画面今まあ動いているんですけれども、このこうですね、動いているんですけれども、これは X スプリット Vcam という ウェブカメラを制御するソフトウェアを使っています。これのいいところは、人工知能を使った人間の抽出です。僕のこの人間の形というのを覚えて、それだけを認識してですね、それ以外をぼかしてしまうというようなことができます。はい、こんな感じにぼかすことができました。 手手ととかは手と認識しています。でも後ろのバッグは僕ではないというふうに認識しています余談でしたがこんな新しいアイテムも紹介しました今日の本題はキューベースでのシンクルームの使い方とスタジオワンでのシンクルームの使い方その2つを 比べたようにしてですね、皆さんにシンクルームのルーティングの設定の仕方を解説したいと思います。じゃあ行ってみよう。村長ミュージックスタジオ。はい、それでは今日はキューベースにおけるシンクルームの使い方を。 少しししお話ししたいいと思いま,すまずシンクルームを立ち上げるためにマスタートラックここにインサートしますヤマハの中にありますシンクルームのブリッジの X64 というのがありますこれをインサートしますしばらくするとこうやってシンクルームが立ち上がってきます立ち上がったらこうやって赤い マークが付きまして VST 連携中というふうに出ますちょっと隠しておきますまずインストゥルメントトラックを作りますインストゥルメントの中にあるこれもまたヤマハのですねサブマルチアウトというプラグインを立ち上げますこれはパラアウトいわゆる一つずつのメンバーの チャンンネルを分離すすするためのプララグインになっていままトラック追加しますこれを作るとですね左側のインスペクターのところにですねインアウトみたいなものが出てくるわけですけれどもこの出力を有効というところをクリックするとこうやってパラアウトができる出力のリストが出てきます。 一番上はキューベースの場合どうしても消すことのできないパラアウトになっています。今相手が2人である場合は2人にチェックを入れます。4人まで追加することができます。画面の下のコンソールのところにはその数分だけパラアウトの入力が表示されます。今回は、 まずは一人でということで、一つだけ作ります。メンバー1だけを作成します。そして次にすることは、このできましたメンバー1、そして1個だけどうしても消せない2つのトラックができます。1個目のモニターはミュートしておきます。わかりやすくこれ色をつけておきたいと思います。 赤にしておきますそしてこのトラックの名前あたりのところを右クリックしますとサブメニューが出てきますのでその中にグループトラックを追加というのがありますこれでグループトラックを追加しますオーディオ出力はステレオアウトにしてトラックを作りますこれでグループのトラックが出来上がりました 録音したいオーディオトラックを追加しますオーディオの出力は通常のステレオアウトでいいですここの入力にはハードウェアと通常の入力しかありませんのでここではトラックを追加だけ選んでおきますオーディオトラックができましたらこのオーディオトラックのインのインスペクターのところをクリックしてすると グループ1というのが見えますこのグループ1を選択しますここまでのところでどういう風になったかと言いますとインストゥルメントトラックを作りましたそこにはシンクルームのパラアウトするための VST が入っておりますので6個のチャンネルの VST が見えますもう一度確認します こういうことですね。オレンジになっているところはモニターアウト。これは消せませんので、このままにしておいて、そこから4つがですね、部屋に入れる人の4人のメンバーになっております。今は1人分だけチェックをつけています。最後のパラアウトは音、音全体を取るときですけれども、これは今はチェックを入れません。これで、 準備が整いましたシンクルームの方を開いてみるとこういうふうに今は誰も入っていないわけですけれどもこの部屋に入ってきた人の音声がこのオーディオトラックに入ることになりますのでここだけを録音モードにしておけばレコーディングができるということになります。 これがレコーディングの準備なんですけれども、シンクルームを使って話をしようと思ったら、自分の声を相手に伝える必要がありますので、もう一度オーディオトラックを追加します。このオーディオトラックはステレオであっても、モノであっても大丈夫ですが、今のところ一応ステレオにしておきます。トラックを追加します。 そしてこのオーディオの入力は自分のマイクである場合ですね仮にマイクが2チャンネルから入ってくるのであれば2というのを設定しておきますそして話をする時にはモニタリングのボタンをチェックを入れますそうするとこのようにインプットが入ってきておりますのでこの音が マスタートラックに入れたシンクルームのブリッジを通じて、シンクルームの方に流れるようになるというわけです。仮に4人の人が入ってきたら、4人のパラアウトができるようになります。以上で、Cubase を使ったシンクルームのルーティングのお話ということになります。 では次は先日も YouTube 動画には上げましたがもう一度 s t u d i o のシンクルームの使い方を説明したいと思います。s t u d i o の場合はまず Qbest ーーと同じようにマスタートラックにエフェクトのプラグインであるヤマハのシンクルームのブリッジを挿入したいと思います。はい。 これがシンクルームのブリッジです。これをメインアウトのトラックにインサートします。しばらくすると、こうやってシンクルームが立ち上がってきます。そして、準備が整ったら、画面上の方に VST 連携中というボタンが出て、DAW モードで立ち上がっている ということがわかるようになっていますシンクルームのプラグインを挿入しますそしてパラアウトを表示しますスタジオワンの場合は画面下の方のミキサートラックの隣にインスルメントというのがありますここで展開とするとすべてのチャンネルが 表示されますスタジオワンとキューベースの違いはここにありまして最初一番上のパラアウトにはチェックが入っているんですけれどもキューベーベスとと違ってここれを消すすができます入れたいパラアウトだけ今はメンバー一人分だけチェックを入れるとそのトラックが画面の下の方に 表示されます今度は録音用のトラックを作るわけなんですけれどもインスペクターを開いておきますそしてここでオーディオのトラックをステレオで作ります必ずステレオで作ることを忘れないでくださいこの入力先なんですけれども Cubase の方ではグループチャンネルを作って 一度グループチャンネルにパラアウトを渡してそしてそのグループチャンネルを入力元にしたわけですけれどもスタジオワンはもう少し簡略化していますここで入力先の方をトラックの入力今 LR になっているところをクリックすると「インストゥルメント」というのが一番下に出てきますそこにマウスを当てると 先ほどのパラアウトが表示されますこれで録音の準備は整ったわけです先ほどと同じように自分の声もシンクルームに渡す必要がありますのでオーディオのトラックを作りますこれはモノでもステレオでも変わりありませんモノを選びますそしてここで自分のマイクが入ってくるチャンネルを 選択します。そしてこれをモニタリングします。するとシンクロームの方にも入力がこのように振ることになります。今少しちょっと小さめですので、もう少しボリュームを上げます。あああ、ただいまマイクのテスト中。ああああ、まあこのようにして。 入入力を入れるることができるようになりますスタジオワンの方が少し簡単にこのルーティングを作ることができます以上でスタジオワンのシンクルームの使い方を終わりますキューベースとスタジオワンの2つの シンクルームの使い方を解説しましまたどうでしたでしょうか他の DAW を使ってらっしゃる方もいてると思うんですけれども考え方自身はは大きくは変わりませんパラアウトした音をオーディオトラックに持ってくるわけですけれどもスタジオワンの方では直接インストゥルメントのパラアウトを 入力先に指定すすることができま Cubase の方ではグループトラックを作ってグループトラックに一旦音を回してそれをオーディオトラックに引っ張ってくるこういうやり方ですのでこの2つのやり方があれば多分他の DAW のやり方にも応用ができると思います。 次のビデオでは実際レコーディングの実験もしましたので結果を次の動画ではご紹介したいと思います。是非次の動画も期待して待っててください。村長でした。